吉田さん、デリケートなことほど触れられたくない。でも一番解決しないといけないのはそのデリケートなところなんですよね。まあこれ何に関しても言えるんですけども、まあなんかね、疲れて痛いところって、それを疲れない状態にするためには、その問題をなくせばいいわけなんですけども、それがなかなかね、うまくいかないから、 そういうところを隠しておく、ごまかしていく。で、そこのごまかしてる、隠してるところを疲れると図星なんで怒るみたいなね、もしくは恥ずかしくなっちゃうとかね、ありますけどもあの、そのところからね、やっぱ改善していけばいいのかなと思うんですよ。ちなみに吉田さん、髪の毛の問題でしたら、私の熟成さんでね、あの、髪サプライズっていうのを試して、なんか3日目で髪の毛ドワッと生えて、もうね、全然髪の毛ふさふさみたいな方がいらっしゃいますよ。なんかね、髪サプライズって機械を体、あの、頭に当てるらしいんですよ。 そしたらもうそっから効果が出てくるみたいな感じであの私もねびっくりしたんですけども「行ってきます」とか言って帰ってきたらもう効果が出ててあの次の日にねあのこのなんですかね使用前使用後の写真とかを1日あの2日とかで送ってもらったんですよもうすごかったですまあその動画もね撮りましたんでよろしかったらご覧いただければと思いますうん何かね人の悩みを解決する方法って、まあ、あるもんですよねやっぱりねすごいなーと思いました